どうも、ゆうまです。今日も日本一周を目指してこの R2D2 号の制作に取り掛かっていきます。で、今日も陶芸家であるヘンリーさんのお店で営業妨害という形でお邪魔させてもらってます。っていうのは冗談で、もちろん今日は閉店してるんで、その場所を借りさせてもらって作業します。で、ちなみになんですけど、今回島バナナ T シャツという観光客定番のオリオンビールの T シャツの次に流行り始めてる T シャツを着用してます。この T シャツは実は僕が数年前に石垣島であったサッカーの大会に助っ人で呼ばれた時に知り合ったサッカーの仲間がデザインして販売してる T シャツなんですよ。こんな感じ。島バナナ、沖縄で帽子も、そんな島バナナのグッズがいろいろあるんで、詳しくは動画の後半で話するんで、購入方法だったり、ある裏技を行うとおまけがついてくるんですよ。それも一緒に説明しますんで、お見逃しなく。それでは作業に入ってきます。お、いたずら好きのヘンリーさんがまた早速ちょっと何か細工してるな。見てください、このラングラー。この部分を塗装してもらったらしくて、この間交換したホロの色と合わせてます。こういった形のツートン、いやー、おしゃれっすね。で、ウィンさんのジャケットが色一緒なんですよね。同化してる。で、ヘンリーさんのショップ、この間開店祝いの動画をショートで上げたんですけど、それからちょっといろいろ中が変わってますね。こんな感じで。お、隠れた。こんな感じ。ほら、どうやって作るか、この工具じゃない道具、そういったのも置かれてます。そう、これがぐるぐる回って粘土を形作る時の使うやつですね。で、ちなみにこのショップで陶芸を作るのを体験できるらしいんで、今度動画で撮ってみます。その時にまた詳しく紹介しますね。で、こんな感じでまたラッピングシートをカットして貼り付けていきます。 V さん、今日もすいません、よろしくお願いします。 こちらがパトリックさんとヘンリーさんです。よろしくお願いします。 Good morning! New hat! New style! 貝殻まずはこんな感じでプリントアウトしてきたデザインに沿ってラッピングシートをカットしてます。で、その間にヘンリーさんの作品をもうちょっと詳しく見てみましょうか。こういったコップっていうんですかね、ちょっと僕ボキャブラリーないんで分かんないですけど、茶碗というか壺というか、すごい、これヘンリーさんが全部作ってるんですよ。うわあ、創造性豊かだ。ほう、しっかりと位置決めをしております。
思いがけずあのボンネットのダクトもやっちゃおうってことになりました。で今ダクトを取り外した状態です。で中に行くと、はあ、ドライヤーを使いながら曲面の貼り付けを行ってます。すごっ、自転車用のナンバープレートみたいに作ってます。でイースカイがヘンリーさんの会社の名前、ここもうわかっこいい。これはジープをラングラーを購入した時についてきた自転車です。だからジープって書いてるんですよね。これはヘンリーさんの手作り。すごっ。でちなみにこのナンバー一緒ですからね。ほらうわ、やっぱ陶芸家のような創造性あふれる人の創造力ってすごいっすね。それゆえにこういったクリエイティブな創作物を作れるわけですよ。あ、コーラ入ってる。こんな感じ、うん、このアイディアの出し方ちょっとなんか吸収できないか、いつもチェックしとこうと。シーフン、シーフン means master。 シーフン、シーフン、師匠。見てこれすごいシーフーシーフーシーフー師匠、マスター、マスター。日本語は師匠です。日本語で師匠ですね。師匠、すごい、めっちゃ綺麗。わぁ、その電気電気だよ。防水用のスポンジを周りに貼り付けております。クッション、めっちゃ綺麗にできてる。わお、2 masters 1 and 2 シープシープシープ、え、シープシープシープ。こちらです。このダクトと横の2本のラインを今回やりました。すげえ、めっちゃ印象的なデザインになってきましたね。フロントの完成度が 60%70% ぐらいかな。でサイドももうちょっとやるとこあるんですけど、今のところはまあこんな感じで。いいね。でこっちにもっとスターウォーズステッカーとか宝トミーとか貼っていきたいと思います。後ろはこんな感じ。これもまだ途中ですけどね。すげえ、今日は大きなステップを踏み出しました。これが今回お世話になった3人の師匠たち。マスター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 まあ、というわけで今回の作業はこんな感じで以上になります。ムインさん今日もありがとうございました。いえ、どういたしまして。感謝パトリックさんありがとうございました。 You are welcome ヘンリーさん Cheers Cheers ありがとうございました
バイバイ。またね。またね。はい、というわけで今回は以上になるんですけど、冒頭で話したようにこの島バナナ T シャツの購入先、オンラインショップを概要欄のリンクに載っけておきますんで、気になる人は、流行を取り入れてみたい人はチェックしてみてください。で、ある裏技をするとある商品がゲットできるというのは、購入する際に備考欄、あのなんかメモ的な要望とか書ける欄があるじゃないですか、そこにユーマズライフを見たってコメントいただければおまけのステッカーがついてくるらしいんで、もし購入される方はそれも忘れずに記入してくださいね。もう一度これです。島バナナ沖縄。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この車がだんだん仕上がってくんで、頑張れって人は高評価ボタン、動画の高評価ボタン、そして完成が気になる人はチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今回は以上です。それではまた次回、バイバーイ。